なのでお家ではありません。ちょっと待ってくださいね、ちょっとカウントダウン動画を。今日のカウントダウン動画は、ちょっと待ってくださいね。今日の井上瑠香ファースト写真集のカウントダウンは絶対に見てください。ちょっと今ねマネージャーさんに送ってるんですけど、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。自分でね、あ、文はスタッフさんですよ。でもなんか待ってくださいね。毎日カウントダウン動画楽しみにしてる。嬉しい。なんか。楽しみにしててほしいんですけど、るいちゃん配信してくれるために東京まで iPad 持ってきてくれたの。いや、るかね、いつもの iPad はね持ち歩いてるんですけど、このケースに入れて、かわいいでしょ。ちょっと待ってくださいね。今日上がるカウントダウンは、ちょっと待ってくださいね。マネージャーさんに送っているところです。今日聞いてくれましたか？4000ミルク4000頭身さんのラジオに出演させていただいたんですけど、もう本当に面白くて、もう本当に楽しかったです。もう四千頭身さんが優しくて、もうね本当にね、もう今日でさらに大ファンになりました。なんか私あんまりその芸人さんの話とかってすることないじゃないですか。ちょっとね、あ、井上瑠香ファースト写真集タイトル未定さんに配信中をリポストされました。ありがとうございます。鈴木さんがコンサート見に来てくれた話もしましたよ。そう、四千頭身さんのね、鈴木さんがね、なんとね SK48 のライブを見に来てくださったんですよ。で、そのお話もしたのでアーカイブ聞けますよね。ぜひ聞いてください。四千頭身さんの写真見ただけで面白いって言われてくれます。そうでした。おしゃべりのトーンとペースが心地よかったら深夜ラジオ向きですね。嬉しい。もしかしてつぶやいてくださった方ですか、初見さん。嬉しい。初見でありがとうございます。なんか
なんか好きな芸人さんの話とかってあんまりその表でトークとかでしないじゃないですか。で私もう本当にもう本当に嘘じゃなくて本当に四千頭身さんが本当に好きで、私のお母さんに聞いたら分かるんですけど、なんか私ってなんか面白いのに笑ってるのになんか本当に笑ってるのって言われるぐらい浅い笑いをしちゃったりとか、なんか笑ってるんですけどな、声に出してなんかあはははみたいなのが出なくて、本当に面白いのに。だから家族はお笑いのテレビとか好きだから見てるんですけど、なんかコントでなんか声に出して笑うができないんですよ、面白いと思ってても。だからなんかお母さんとかお父さんにもなんかルカっていつも笑わんよねみたいな言われてたんですけど、なんか四千頭身さんがもう笑いじゃなくてもうテレビに出てるだけで私はもう本当に面白くてなんか本当に笑っちゃうんですけど、だからママとかも本当にテレビとか見てたらね、四千頭身出たりよるかって言って呼び出してくれるぐらい私は好きなんですよ。そうだからそう、それぐらい好きで四千頭身さんがね、今日もその音楽とかね流してる、今日はね告白心拍数とカップリング曲の言えなくてタコスを流してもらったんですけどね、その曲を流して流していただいてる間もずっとお話ししてくださって、そうだから今回の出演はもう本当にびっくりで、その連絡来るじゃないですか、四千ミルクで四千頭身さんがされてる番組で、お母さんがわざわざ私に LINE でね、よかったねって、そう送ってくるぐらい好きで、私は笑う声に出して笑うのは四千頭身さんと横澤夏子さんなんですけど、そうだからそうなんかここだけの話なんですけど、後藤さんと22の笑い方、22が本当に似てるんですよ。私のお兄ちゃんなんですけど、なんか本当に今日お話ししてやっぱりもう22みたいで本当に笑っちゃって本当に面白かったんですよ。似てるっていうのは喋り方がとっても似てて、なんかなんか雰囲気が本当に22すぎて、後藤さんがもう勝手にこっちが勝手に親近感湧いちゃって、なんかなんだろう、本当にね私のお兄ちゃんは本当に後藤さんのような喋り方だったりとか、そうなんかのんびりっていうのかな、22ってあんな感じでそうボソッと喋るんですお兄ちゃんは。で私後藤さんの喋り方とかも本当に大好きで、もう笑っちゃうんですよ本当に。そうそれぐらいね、私は実は好きな芸人さんだったので、もう本当に光栄でしたし、なんかもう本当にずっと笑っちゃって、なんか本当にめっちゃ笑っちゃって、今日はラジオ中もお話が面白くて、私バカリズムさんのも好きです。そう、ね、ネタが好きです。そうだったのでね、今日は本当に面白くて、告白心拍数の CD をお渡ししたら生写真の開封までしてくださってたりとか、新曲の話はもちろんなんですけど、私の熊本のいきなり団子大使の話とか熊本の地元の話とか、本当にすっごいお話までできて、気になった方はねぜひ見てください、聞いてくださいね今日の。でツイキャスでね
映ってたみたいなんですけど、そう、いやもう本当に楽しくって、もう本当に思い出し笑いしちゃうぐらい楽しかったんです。もう本当に楽しくて、チーム E 公演でも話してたんですか？ねえ、当日券で来てくださったみたいでね、もう本当に嬉しかったです。16周年劇場公演ロビー鑑賞した日もルカちゃん公演なしになりました。嬉しい、ありがとうございます。観覧車ぜひ乗ってください。あ、さっきつぶやいた方ですって、ポストした方です。嬉しい、ありがとうございます。SK48 の井上ルカって言います。ぜひありがとうございます。ショールーム見に来てくださって、あーナッキーさんなんで、そうナッキーさんが鈴木さんと同じラジオをされてる、ラジオされてるので、そう嬉しかったです。なんか金曜の深夜また東京、あそうなんですよ、オールナイトフィジコに出演させていただきます。嬉しい。でその次の日は幕張メッセでトーク会です。ハロウィンのコスプレ楽しみにしててください。あそう、四千頭身さんって1997年とかだから、私と近いです。私2001年生まれで、お兄ちゃんは1999年生まれで、お若い。そうなので今日はね、とっても楽しくて、ちょっと今日もちょっとになっちゃったんですけど、ぜひ聞けなかった方はアーカイブで聞いてください。同じ年なの、そうなのとかね、熊本のねいきなり団子とか名物をね、スタッフさんが写真で用意してくださってて、それも嬉しかったです。そう、明日の桜橋井上さんの話すると思う。本当ですか、聞こうかな、嬉しい。ということで爪かわいい、あ爪が鳴ってる、飲み物です。ありがとうございました、おやすみなさい。私はまだ寝ないけど、みんなは早く寝てね。おやすみ。カウントダウン動画も見てね、今日の。もうすぐ上がります。